ポスフール、ポスフール、ポスフルは、かつて北海道で展開していた総合スーパー、GMS である。企業名としてのポスフールは2002年、平成14年1月から2007年、平成19年8月20日まで使用され、店舗名としてのポスフールは2002年、平成14年から2011年、平成23年2月28日まで、使わされていた。 2007年、平成19年8月21日に企業名はイオン北海道に称号変更され、イオングループの店舗名統一により2011年、平成23年3月1日にジャスコとサキと共にイオンへ転換され、約9年で野豪体が完全に消滅した。本校では、全身の北方及び北海道地区の日イサ地についても記述する。 1971年、昭和46年に、大川祐一が、北海道尻部市管内の余市町に、医療百貨店、山台を設立。1980年、昭和55年3月に、他の地場スーパー3社と合併して株式会社、北峰百貨店を設立して、後に、指揮会社、北方王となった。1978年、 昭和53年4月に設立された株式会社北海道日医が1992年平成4年3月1日に株式会社北方を合併し1996年平成8年7月に株式会社マイカル北海道に社名変した経営統合以前から当時の日医が進めていた総合スーパーよりも百貨店に近い正確の生活百貨店 サティ業態で出店を行っていた。1 9九十年、平成二年十月二十七日に株式会社北方が、北海道最初のサティとして、長山サティを開店していたほか、旧北海道日井も1九十一年、平成三年四月に、東内部サティを開店していた。合併直後に、大川祐一が開いた、山台をルーツとする、日井良い地点を移転。 拡張する形で九百九十二年、平成四年十月三十日には、余市ィを開店。九百九十四年、平成六年十月二十一日に、日市釧路店を釧路先に改称して、新装開業。年商百億円を達成した。九百九十六年、平成八年には三月に、日市都瀬ショッピングデパートを大幅増唱して、 千歳セサティに解消して、新を回転した。それを皮切りに、春光サティ、岩内サティ、秋消しサティ、手稲サティ、門別サティと、相次いで業態転換を行って、増収増益につなげ、1996年、平成8年9月19日に、株式の店頭公開を果たした。これらの業態転換店舗の中でも、く代サティと千歳セサティは、 年賞100億円を上げるなど、順調に売上を伸ばしたため、1997年、平成9年11月1日に、日井江別店の隣接地に新店舗を建設て、シネコン、複合映画館のワーナー・マイカル・シネマズを北海道で初めて併設した江別ィを開店して両店に続く年賞100億円を目指した。1998年、 平成10年3月12日に日曜日広店を帯広サティに業態転換。十勝県最大のショッピングセンターとして有力ブランドも導入して百貨店レベルの顧客にも対応させて直営部分の小125億円を目指す期間店舗として新装開店。このように生活百貨店サティへの業態転換を進めて1999年 平成11年2月期に北海道の小売業としては初めて年商1、0円を突破した。1999年、平成11年10月8日に日曜や地点を増床し、大夜地先に業態転換して、新創開業したことにより、全店舗の先への業態転換が終了。また、1999年、 平成11年3月11日には、マイカルグループの複合型大型商業施設、マイカルタウンの一つとして開業した、マイカル・オタル6番街に、オタル・サティを開店。2000年、平成12年9月15日には、シネマ・コンプレックスの、ワーナー・マイカルを併設するとともに、有力ブランドを導入した、キトミ・サティを開店。2000年、 平成12年11月30日には、くしろサティオ、シネマコンプレックスも併設するとともに、店舗面積を1.6倍の約3万メートルに増殖して若い女性に人気の医療ブランドなども有力ブランドを次々と知るべ。2000年、平成12年2月期の直営部分の売上高約130.5億円をさらに伸ばして、百貨店も含む大型小売店の地域一番店として、 競合他店の追撃を許さない弱点の見つけにくい売り場を作り上げたか同じ地方中各都市の帯広でも同様の店舗を展開して業績を伸ばしたこうした生活百貨店化戦略を展開して業績を伸ばして6期連続の増収増益を果たし2000年平成12年2月には東京証券取引所第一部上場に昇格している 同年9月には、グループ企業の、ネムロファミリーデパートと、ムロランファミリーデパートの2社を、吸収合併して、大型店事業を全店直営化することになった。また、そうした、百貨店に近い店舗だけでなく、ヨイチサなどの証券の、小さな店舗では、ファッションブランドの比率を下げて、よりスーパー的な性格の店舗とし、大都市の札幌県では、 都心の百貨店との競合もあるためその中間的な性格を持たせるなど、同じ生活百貨店、サティであっても、地域特性に応じた対応を行った。各々の地域の消費者を満足させることで2001年、平成13年2月期に7年連続の増収増益となる、売上高約1217.19億円、経常利益約39.52億円を上げた。 2001年、平成13年8月28日に発行済み式の58.84%に当たる645万株をマイカルが売却。マイカル北海道は同社の連結対象から離れた。ただし、この時点では自主独立の運営で店舗の開廃などの経営判断は独自に行うものの連結対象から外れてもマイカルグループから離脱せず。 マイカル東北の一部店舗の引き受けの可能性も、失査ていた。同年9月14日に、マイカルが民事再生法の適用を申請して事実上破綻。その際には、自主独立色を強めた全く別会社となり、道内の先20店舗の営業には何だ影響はない、として営業へ影響を否定し、同社の破綻と一線を画した。そして、 同年10月25日には、マイカルグループから離脱して、北海道の自場資本として自主独立経営を目指すことを発表すると同時に、同年6月から金融機関を通して、イオングループとの提携を出されていたことを明らかに、するとともにその案を拒絶することも表明した。そのため、2002年、平成14年1月1日に社名をポスフールに変更し、 2001年、平成13年経営破綻したマイカルの支援企業にイオンがなって、サティの店名を今後も残すことになった関係で、店名使用料を求められるのを避けるため2002年、平成14年5月末までに、閉店が決まった大谷地サティを除く、全店舗名をポスフールに解消して自立した経営に移行した。2002年、 平成14年2月期に8年連続の増収となる売上高約1313 13億円を上げた。しかし、人口減少や消費の低迷など北海道の小売業を取り巻く環境の厳しさの影響を受けて、翌年からは4年連続の前割れとなって2006年、平成18年2月期に売上高約1201.78億円にまで落ち込み、2005年、 平成17年2月期に上場以来初の赤字に転落した。ただし2006年、平成18年も9年連続で北海道の小売業売上高収位を維持した。2003年、平成15年10月には2004年、平成16年5月から物流業務を水井物産に全面委託することで物流コストを年間4億円、6億円削減を目指すと発表した。 ところが、2003年、平成15年11月10日に、イオンが、出資比率を30%に引き上げて、ポスフールと、資本、業務提携し、店舗開発や、商品の他設備、資材などの調達、さらに物流などについて、共同で取り組むことになり、自主独立の経営に終止符を打つことになった。この提携を受けて、イオングループとエアウォーターの物流会社や、 ウォーター物流が提携して2004年、平成16年5月14日に、江別市に開設した物流施設、イオン北海道 SD を全店舗の食、衣料品の検品、ピッキングから配送まで共同で利用して、コストダウンを図る。その後、業績の低迷を受けて2007年、平成19年2月15日に、岩内店を閉店するなどの再検索を進めた。 そして、2007年、平成19年4月23日に、すでに筆頭トを株主だったイオンに、第三者割当て増資を行って、出資比率を34%から53%に引き上げて、同社の子会社となった。さらに、同年8月21日に、イオン北海道に、称号を変更するとともに、総合スーパー8店と、スーパーセンター3店を、イオン本体から、 会社分割して、譲渡を受けることになった。なお、この時点では、企業名としてのポスフールは消滅することになったものの、店舗名は変更せず、従来通り、ポスフールの店名が使用され続けた。このイオンとの経営統合に伴って、仕入れ業者の変更などの調和変更は行わない。ものの仕入れ価格は、イオングループ共通の水準を要求することで、コストダウンを図り、 規模や駐車場の配置の問題を抱えて、売り上げが低迷していた2週間店を2008年、平成20年2月に閉店するなど、経営の立て直しを進めた。2008年、平成20年4月25日には、イオンナヨロショッピングセンターの各店舗として、ポスフールナヨロ店を開店し、イオングループの電子マネーの和音を導入するなどイオンの3回以後はグループへの、 統合が急速に進められ、2011年、平成23年3月1日にイオングループの総合スーパーのブランド統一の一環として、ポスフールも全店イオンへ、店名も変更されて店舗名としてのポフールも消滅してその歴史に終止符を打った。この名称は、一般公募したものの中から2001年、平成13年11月8日に決定されたもので、 ポシビリティフォーエヴァーユニバーサルラブオリアクを組み合わせた造語である。ロゴマークの制作はグラフィックデザイナーの原田進が担当した。なお、北方時代の店舗看板、ロゴマークは H をモチーフとしたマークに北方のロゴタイプを使用していた。イオンへ転換された店舗、イオンへの転換前に閉店した店舗。なお、当社はマイカル北海道時代の出店時に出した。 店舗資金と保証金の合計約61億円の他にポスフールとなってから日本政策投資銀行から買い取った約133億円の合計約194億円の再建を保有しいた。2001年平成13年9月27日に負債約490億円を抱えて民事再生法を申請した。 小樽ベーシティ開発は無担保の再生債務292億円の98.5%の免除を受けた際に別除件のある当社の担保付き債務約194億円についてはその対象とならず2005年平成17年3月に同社が民事再生手続きの集結決定を受けた後も返済協定が結ばれてない状態のまま債務が残る形となったそのため 2007年、平成19年8月10日に、小樽ベーシティ開発がその債務の約90%の減免を求めて、札幌地方裁判所に特定調停を申し立てた。この特別調停で協議を進めた結果、2008年、平成20年4月1日に債務を29億円に減額した上で、北武志グループの協力により、北海道銀行の支援を受けて、 同年7月末までに一括返済する中間合意内を正式に発表した。ところが、同年9月17日に北武士グループから再建への支援を得られなくなったことから、この計画は頓挫することになった。その後、2009年平成21年1月27日に小樽ベー開発が特定調停を取り下げたため、 形状予定だった貸し倒れ引当金の戻し入れ益がなくなったことなどで当社の後ろ身のイオン北海道が赤字に転落している。さらに、債務返済を求めても、小樽ベーシティ開発が応じない状況が続いたことから、2012年、平成24年には返済されないことで生じた利子分を総裁するための対応として、 同年10月と1月の賃料の支払いを停止している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。